からですね、一級観光者のですね、問題の1番、2番、3番、4番、5番ですね、まあ、こういったですね、予想問題を、まあ、これから解説をしていきます。で、ここの問題はですね、特に大事なのはやっぱり問題の1番でしょうね。ここが必修ですから、ここはできないといけないということで、今年の予想問題はしっかり押さえていただければと思います。それから2番、3番と選択、それから4番と5番と、これもどちらか選択ということで、そのあたりもですね、自分のその得意の方を中心に学習していただく。だからあらかじめきちっと自分がどれを取るということをもう最初から決めておいて、そして向かってくださいね。両方学習するというのは結構難しい問題なので、自分の得意分野をしっかりと選択をして学習していくと、これが大事だと思います。ではまずですね、26年度のですね、この予想問題と、それからこれから学習する、今やってますですね、この映像を見てしっかり学習をしてくださいと、こういうことですね。こういったような、1番は配管の伸縮継ぎ手に対する対策ね、ということで、こういったことが、この図面が正しいのかどうかということで、その改善があればこれを書いてくださいよと、改善方法を書いてください。これは単式の伸縮継ぎ手はこういう構造になっていますということで、どっかを見つけて、これはここは良くない、このようにしようという改善策を、大体1行か1行半ぐらいの文章で書けるように、ね、文字として大体50文字ぐらいで書けるようにちゃんと指摘できなきゃいけないね、ということです。で、例えばこれだと、継ぎ手のところでいけば、伸縮継ぎ手がここにつながってね、ここにつながっているのはですね、これは複式継ぎ手というときはここに固定する、これをね、伸縮管そのものを固定する、ここを固定。だから見るところはですね、複式の場合はここを固定しているというね、それから伸縮のところはですね、一つのところはですね、単式の場合はこれ固定していないということですね。まあ、こういうところ、ここのところのついているか、こっちはついている、こっちはついている、単式はつかないけど複式はついている、ついているかついていないかと、ここのところを要するにちゃんと記述を書くということが、まあ、今年のポイントということですね。だからここのように、だからどこが間違っているかというと、まずここだな、ここが固定されているかどうか、これがキーポイントだ。だからここは固定されておれば複式ね、それからここは固定されていなければ単式と、まあ、大きく言ってここの区別をしっかりまずつけようよ。で、じゃああとはルールに従って、例えばこちら側のですね、複式の場合、単式だから固定しちゃいけないよね。だからここはですね、両方とも外のあたでしょ、両方とも伸縮できる。で、片一方はもうここは固定していいわけ。こっちはだからガイドではなくして、こっちは固定してしまいましょうね。こっちはガイドでいい。だからここを外して、固定を外してここを固定するね。そうした状態がこの単式になるよ。ここのところを外してこちら側を固定しようよ。で、こっちはガイドそのままでいいよと、まあ、こういうイメージがだから単式の場合はなってくるよ。で、だからここの固定度を見ていこうというところが今年のポイント。それから2つ目はですね、これは蒸気のですね、主管からの枝管分かれる、分岐するとき、これは下から取るとですね、結露が出てきちゃうからね。だからこれ上から取らなきゃいけないね。主管に対して上からこう取ってね、ここの方だ、主管に対して分岐するときは枝管取って上へ来いって、上取ってる、上へね、これ取ってる、だからほら、管から上へ抜けてこう持ってる、これも取るな、管から上へ下に下ろして、こう下からこう取らないということで、ここのところですか。だからポイントとして、こう下から取ってるでしょ、これだからな、上からこう取んなきゃいけないな、上からこう取っていく、こういうことだから、これは下から取ってるのでダメだよと、まあ、こういうことです。まあ、こういうところに注意しよう。給水タンクだな、施工容量です。で、この時普通はですね、まあ、上空が1メートル、下が600ミリね、600ミリって、要するに60センチ、横も60センチね、まあ。ということなんで、例えばここのほら、厨房の換気ダクトなんかがこう通ってる場合がある。本当は通しちゃいけないんだけど、できたら通ってもらいたくない、ね。まあ、通らざるを得ないわけもあるので、で、その時どうするかと、こういう問題だな。で、このままだとさ、油が落ちてきたり汚れちゃう、給水が。だからここに
まあ、受けるようなパンなんかをつけて置かなきゃいけませんよと。でここの作業空間もですね、あんまり狭くちゃいけない、まあ、600空いてるから問題ないけどね。ということでこういうの受けたら OK、 大体45センチに450ミリぐらい最低限で開けておかなきゃいけないよと言われてます。ですからここにパンを入れるというところを注意しなきゃいけない、こういうわけですね。これだからこういうところの給水タンクの空間の数値、こういったものをやっぱりちゃんと覚えて、そしてこういうね、こういうダクトが通った時にどういう対策を取るか、まあ、こういうところをですねしっかりと整理をしておかなくちゃいけない。はい、横歯間の問題ですけど、これはですね、横からこうこっちからこう入れるね、入れ方違うの、こう置くんじゃなくてここからこう入れる、でしかも45度ぐらいの角度で入れないということで、ここのところの管のですね、排水管つながり方っていうのは、まあ、こういうところをよく見つけていくというところがポイントになる。排水横歯管に、トイレから出てきた水をこう取り付けるというか、上から入れるんじゃなくてこうね、横から入れて、まあ、45度の角度でこっちへ入るように入れると、まあ、これは皆さんご存知でしょうということで、こういうところがちょっと見た目にわからないんでね、立派な図が出てるのでということでちょっと注意しよう。だから今年はこの4番目はこういうところに注意しよう、ね、それから続いてですね、今度はドロップマスの配管図、ランサーのある時どうするかというと、こういうところの処理の仕方ですね。でここではですね、こういうふうな、ここにはエルボーを入れて、ここには T 字管を入れて、ここにエルボーを入れて、そしてこういうふうに結んでいこうと、まあ、こういうふうな、ここのところはですね放置しちゃいけないよと。ということでここには T 字管と T 字とここにエルボーを入れてこの管につなぐと、ね、T 字管とエルボーを入れてここでこの管をつないでこっちへ下水を持っていくということだな、まあ、そういうようなここのところの処理だな。この膜をつなげて T 字管と L 字管、エルボーでもって結んでここへ排水すると、まあ、こういうそのルールだな、ところの処理の仕方ね、ドロップ膜の処理の仕方ね。それから今度はですね、通気管の問題が出てくる。で今年は順番としてだいたいこれが出てきそうだということで、通気管はですね、じゃあ窓からどの範囲に通気管を立てたらいいか、あんまり近いと匂いが室に入ってきちゃう。でそれは例えば窓から離すのはこれは3メートル以上だぞとな。でこっから上からだと上へ上げるのは600ミリ以上上げろと、60センチ以上上げろとね、600ミリだと、まあ、こういうような3メートルとか600ミリだな、まあ、こういうものを上げなさい、この300じゃなくて600と3メートル、これをしっかり整理しておこうというのが今年のここの6番目の問題。7番目の問題ですね、この V ベルトのその V ベルト、ここくっついたらですね、もう回転しなくなる、古くなって、だからこれ取り替えなきゃいけない。だからここにくっつくれたらダメで、 V ベルトは大体膨らんでるんだ、大体こうやってここのここでこういうところ接点ここなきゃ、こういうところね、ここはベタッとくっつくほどすり減っちゃったら使っちゃいけませんよ。摩擦系統大きくなってね、よくないということで、こうそこにつかない、まあ、そういうようなことを見て取り替える時期を変えるということで、これはどこが悪いかというと、これは取り替えをしてそこが当たらないようにすると、こう書くわけ でこっち側はですね、防角角ね、要するに、各防角角、上と下は防角角だ、まあ、こういう時は、普通はまあ、ここ不燃材で言うんだけど、ここ1メートルぐらい全部、ここからここまで、ここ1メートル、ここ1メートル、これは不燃材で覆わなきゃいけないんだな、不燃材で、ここのところね、この1メートル、1メートル、ここは防火パークだから、これ両方ともね、だからここに交換で、まあ不燃材で交換じゃなく不燃材でこういうふうに両脇を1メートルで覆わないと排水管を通しちゃいけない。もちろんここは不燃材のモルタルでこう詰めたりね、グラスで詰めたりするんだけど、ここはだから1メートルの不燃材でここで覆う、まあ、普通はガス管でこう入れて通していくと、まあ、こういうわけですね。防火区画を貫通するところの図面の対策、これについて、整理ができておかなきゃいけないということで、今年はですねこの8つが問題となるので、まあ回答をちょっと挙げておくと、1番のところは単式継ぎ手の継ぎ手部分は固定せずにガイドの一方は固定する、ね、片一方は動いて片方動かないと、これな。で枝管は蒸気の歯管の上から分岐される、上からな、逆に言うと凝縮性が溜まっちゃうからね、上から分岐される、これポイントな。それから厨房のダクトを、まあ、
あるとこ印刷した方がいいんだけど印刷できない方が多いわけね。だそういう時は受け皿を設けるね。やむを得ない場合は受け皿を設ける、まあ、こういうことがキーワードになるでしょう。分岐、上から分岐とかこうだな。それから4番目の点では器具の排水の枝管を接続するときは水平または横からだな、それから45度の未満の角度でこう取り付けなさいと、まあ、ここはなくてもいいかもしれないけど、とにかく水平で取り付ける、上からポンと来ないと、ね、横排水管を上からポンとくっつけないと、 横から45度ぐらいの未満の角度で、まあ、普通は取り付けますよ。それからドロップマスあったな、汚水管のマス落差のあるところ、それドロップ落差のあるところではですね、まあ、T 字管とそれからエルボを使ってインバートマスを切り下げて、まあ、エルボと T 字管でインバートに接合しろと、ね、ここを使ってやりなさい。6番目で通気管は末端部は上側には600ミリ立ち上げろと、横は3メートル離す、どっちかしろと、6メートル、あの600上げるか横3メートル離すかしなさいと、ね、V ベルトはそこの当たらない新しいものを取り替えなさいと、ね、取り替えなさい。それから防火枠をやる場合は、まあ、交換スリーブなんかを用いてやるか、あるいは1メートル以内の排水管のですね、不燃材料でとにかく量が作ると、まあ、こういうような事柄が書いてある。今年はだからこれがおそらく必修の題で大事な問題になったので、必ずここのところは理解しておいていただきたいね。ユニット型空気調和、エアハンドリングユニットのですね、これ据え付ける場合の留意点を4つ書いてください。据え付けの場合、まあ、これはあのテキストにもあの詳しく説明出てるんですけど、観点としてはあの基礎の据え付けの基礎をどうするか、それから据え付ける位置はどうか、それから据え付け組み立てはどうかと、まあ、こういう観点が大体のあるわけです。で普通はまあどっか全合計で4つ書けばいいんだから、基礎の位置は寸法及び水平度を確認する、ね、それから機器の固定ボルトの締め付け及びストッパーの締め付けを確認する、ね、それから、位置のところにいては防振材の位置とか部材数をが適正かどうかを確認する、それから冷水管とか温水管ね、冷温水管の圧力計と温度計の取り付け位置は適正かどうか確認する、位置だから位置の確認だな。から2号弁あるいは3号弁及びあの電磁弁の予備計とか配置が適正かどうかを確認する、それからトラップの深さとそれからあの機内制圧との関係で適正なそのトラップの深さになっているかどうか、これを確認する、まあ、こういったことをですね、位置だったら書けばいい。それから組み立てる方法においてはどうかというと、組み立て方だな、これはあの送風機とファンとこのモーターの軸だな、これカップリング軸が一致しているかどうか、これを確認する。それからあの排水パンからの排水路の勾配がまあ適正かどうかね、これを確認しよう。それからあのコイルの中の冷水管それから温水管の配管が下から上に向かって、下から上に向かって水が流れるように、下から上に向かって流れるように組み立ててられているかどうかを、まあ、あの組み立て上を確認する、まあ、この中がですね、かかる4つぐらいをなんか自分で覚えやすいやつを、まあ、基礎のところ1つ、据え付け、まあ、2つ、組み立て1つとか、まあ、合計4つ書けるように今年しといて、ね、だから今年のところはその4つぐらいがきちっと書けるようにしておいてもらいたい。給排水関係の、ね、こっち側ではですね、この脱排水槽のですね、排水用の水中モーターポンプ、これを今度据え付ける場合の留意点を使いてくるということで、これも、まあ、テキストにちゃんと出てるわけですけども、まあ、こういったようなこれについてはポンプの据え付けについては、まあ、こういうあたりを整理しておいてもらいたい。でこれはあの水中ポンプの据え付けた脱排水槽の底面の勾配、これはあの10分の1から15分の1に勾配つけますよ、まあ、勾配のものです。そこそれからあの水中ポンプはあのピット側面及びから200、だいたいピットね、ピットからこうピットありますけど勾配こうなってるんだな、ここの勾配が10分の1から15分の1だな。でここのコイル入ります。でここの空間だな、これあのポンプだよ、ここは200ミリぐらい、ここ200ミリ、この空間がそれぞれ、このピットの中の空間からそれぞれ200ミリぐらい開けてよと、こうやけどな、ここ200ミリ、これも200ミリぐらい開けてくださいよ、に据え付ける。それからあの排水管の重量が、このね、排水管の重量が直接このポンプにあのかからないように、排水管は必ずその固定を床で固定しようよ、排水管は床に固定しよう、固定シーズン。通気管。
でこれは直径50ミリ以上だったな、単独で、だ他と連結しちゃいけない、単独でこれは待機中に介護しなきゃいけませんよ、まあ、こういったところは重要なところだ。給排水関係の方は、こちら側のですね、この据え付けについて、脱排水槽 の水中ポンプを据え付ける時の留意点だな、これについて4つ、しっかりと求めておいてください。はい、それではですね、続いて問題の4番5番ですね。でこれも選択、4番を取るか5番を取るかということで、ネットワーク計算を取るか法規を取るかということですね、まあ、これは自分のフィーリングの合う方、まあ、これを宣伝して取るようにしてください。じゃあまずですね、ネットワークの問題からいきましょうね。でネットワーク今年はね、どういう問題が出るかというと、どちらかというとタイムスケールを書いたりね、山積みを行ったり、そういったことが今年のテーマです。だから基本的にはですね、クリティカルパスを絶対求めなきゃいけないんだ、どんな時でもね、どんな時でも。だからこの計算をしっかりできたら、実は意外とこのネットワークも計算が簡単なんで、これも、ね、計算といっても具体的に足し算だけだからね、まあ引き算が2箇所か1箇所あるかもしれないけど、基本的にはもう足し算ができれば大体計算できるんです。こっちは例えばこの問題だと、1番から2番3というイベントが合計8つあるとね。そして各作業が ABCDEFGH、この I までありますよと。でこの作業のまずクリティカルパスね、最も時間が長くかかる経路を求めてほしい。こういう計算するときはですね、これは再送開始時刻という計算でね、再送開始時刻、最も早く作業ができる時刻ということで、再送開始時刻というものを計算します。でそのためにはですね、一番最初にここ四角を全部書く、もう四角とね書いちゃう、ここに再送開始入れるぞということで、最初からもう宣言しちゃうからな、四角超える。そしてここ最初は0だ、0を入れて足し算でずっとしていくと。でその時に2つ合流するとかあるんじゃない、例えばほら A とさ、このダミーが合流してんじゃない、でこうやって合流するとか、例えばここなんか7番なんかさ、これとこれとこれで合流してんじゃない、こういうような8番もそうだ、合流してね、これこういう合流するようなところでは、合流したところの日数の合計の一番大きいやつ、マキシマムだな、マックスを取ってこれを再送開始時刻とすると、まあこういうルールだけなんだよ。だからこれは再送開始時刻とマックスを覚えてもらえば、もうすぐ計算ができるということで、ちょっとこれを見ていきましょう。だからこれをですね、計算してみるとこんなふうになるんですね。どういうふうになるかというと、カッコを書いて、まずカッコに入れていきましょう、数値、再送開始時刻、そしたら0でしょ、で2番目へ来ると0足す6で6でしょ、で3番目へ来ると0と3、ここまで来ると3日かかるとな、でこっから上がってくるとダミー0だからな、これ6足す0で、ここは6、でこうやって6と3だから、どっちが大きいか、6の大きい、大きいとぐるぐるぐるとつけていったらいいね、こうやってぐるぐるね、クリティカルパスが通るとすれば大きい方だぞということで、マックスだ、3と6のうちのマックス、大きい方は6とつける、で3が終わったね、で6と終わった、一番大きい入れたことな、で次4だ、4に行くと6足す5だ、これ足すで11になる、で次5番行く、5番行くと6足す6だから12だ、ほら12だね、で6番行く、6番行くと12足す7だからこれ19だね、19とか入る、で7番行く、さあ7番3つあるぞ、上から来ると11足す3で、こっちからこう来ると14だよとね、こっちから来ると17だよと、12と5だからな、下から来るとここ0だから、0足す19だ、こっちは19だと、141719どれが OK、 19一番 OK な、ぐるぐるぐるとこつけたな、そしてここで一番大きい19書くで、8行く、こっちから来るとこれは19と3だから、これは22だとな、下から上がってくると19足す5だから24だとな、24と、22か、22と22と、20のどっちが大きいか、20の大きい、だから24とこう入れると、でこの最後に来た再送開始時刻の24っていうのが後期になるよと、そしてこっち側20の大きいがぐるぐるぐるっとこうなる、でこっからね、8番から1番に向けてぐるぐるをたどっていくわけ、それがねクリティカルパスで行くよ、24だ、これぐるぐる、こっち行く、ここ関係ないな、ずっと通過してここへ来る、
そしたらこっち行くしかないからここ行くって、ね、そしたらどっち行くかって見たらこれほらぐるぐるついてるのこっちぐるぐるついてるからこう行くってでこうなるここが一筆書きだぐるぐるのついてる一筆書きをこうたどればこれで途中でここがあったけどこれはここへこっち来なかったからこれ行けないんだなこれ丸く入っても生きるとは限らないだからぐるぐるをちゃんと番号の若い順にたどっていくわけ若い方に向かってたどっていくねなあの6から7に行かないから必ず小さい6から5へ向かってこういうふうに小さい向かってたどっていくぐるぐるとでこの日数だな6日と6日と7日と5日このクリティカルパス上の作業の日数全部足したら6日、6日、7日、5日足したら24日になった。これで一番長い経路ができていますよということなんです。これがだからクリティカルパスを作業名で言いなさいって、そしたら B とかさな、次は C だとかさ、次の作業は F だとかさ、ね、F の作業は I だとか。でこんな風に答えるのがクリティカルパスを作業名で答えなさいってなるわけ。それであとね、あの再送あの再置完了これやったのね再送開始時刻再置完了時刻これはもっと簡単なんだよ再置完了時刻もっと遅くやるやつね再置完了時刻ってやつこの計算なんだでこれはねもう一つ計算するまでもなくあのこういう最長経路ってねもう時間に余裕がない経路これはねクリティカルパスクリティカルってもう限界って言うんだから限界の通路というんだな、パスっていうの。だから限界なんだからもう余裕がないの。余裕がないやつは、要するに、最も再送開始時刻と再置完了時刻は等しいの、これ。イコールなの、これ。だからクリティカルパス上では、24と聞いたら24。これは再置完了時刻。この上さ、19と聞いたクリティカルパス上のほら、イベントってほら、8番、6番、5番、3番、2番、1番、これクリティカルイベントというのみんな。だから、ここのところを計算すると、これは同じ数値、余裕がないから全部が同じなの。もう計算しなくて、ここはもう24で決まってるの。これは19って決まってるの。ここも12って決まってるの。ここ決まったらもう決まっちゃうの。これも6って決まったら決まっちゃうの。これも0って決まったら0って決まっちゃうの。ここは6って決まったらもう6って決まっちゃうの。これね、だからここのやつはもう計算しなくていいの。ね、計算。じゃあ残りに残ったのはほらこんだけだよねだって2つしかないじゃんほらこことさこことさここだけ計算したらいいんじゃないここだけだでこの計算もさ別に難しいわけじゃないんだよこれ分かるでしょどうやって計算するかってほら24からここからここの求めるとき25これ引いたらいいんだほら 24-3 だけ入れたらいいのほら 24-321 か21とかここでここはどうなるのってこれだって21からさ3引けじゃないで18ってなる引くったって2回引くだけじゃん、ここから引いて、24引く3で21、21から3引いて18でしたで、試験問題で見てみたらさ、説問で、イベント4の最置完了時刻をいつですかって書いてある。イベント4の最置完了、これは18と書けるじゃない、これ、ほら。こういうことなんだよ。難しいわけじゃないでしょ。だから、意外とネットワークっていうのは、さささのさっとできちゃう。ね。ということです。はい。最置完了以降完了する作業とそれから非作業を区分して下の示す方法で、ネットワークの工程表を書き換えてくださいと言ってんだでこれは書き換えてくださいってこれ何書いてるかってこれはこれにしてくれとこう言ってるんだでこれは今までほら見てこれここ5日ってなってるでしょこっちはさ3日ってなってるんだだけどネットワーク見たら何俺距離見たらこ変わんないじゃんこれ同じ、距離になってるんじゃんだけどこれ5日と3日だからこのネットワークで表されているものっていうのは時間と関係ないんだよこれこの長さはだからこの野線の長さは時間に関係してないこの時間に関係するように並べ替えさせるのをタイムスケールタイムスケールっていうことは時間の単位でネットワークを表現してくださいということで日にち単位できちっと押さえていって例えばここを書くんだったら5日だからはい12345でこう5日でちゃんと書いておったらこうやってきちっと書いてこう5日だだから B の方どう書くかって言ったらさ B は3日しかないんだからさ123ときたらさここで終わりじゃんねだからあとどうするかというとぐにゃぐにゃってここ実際に仕事しなくていいんだから
だからここの2日間はぐにゃぐにゃぐにゃってあって、ここをゆとりと、ここを余裕って言う、余裕、ここがゆとり、フロートって言うんだな。だからこの作業は、ここはですね、A に C に比べて2日間の余裕があるやと、フロートが2である、トータルフロートが2ですよと、まあ、こういう言い方をする。だからフロート計算しなくても出ちゃうの、フロート余裕が図面書いたら、これを全部あのタイムスケールで表、ネットワークをタイムスケールで表したらもうすぐ出ちゃう、まあ、それがこういうにしてくださいよと、ね、でこれ何と言いますか、これタイムスケールだな、タイムスケール表示ですよということね、でじゃあこれこういう書き換えてこんな風にしたら何がいいのと、そしたらこれはさ、あのここネットワークの工程を管理上さ、どういう利点があるの、工程短縮だとか、それからあの調達計画っていうかな、山積みとか作業量を管理することができるわけね、ということです。ちょっと具体的にじゃあタイムスケールの書き方を見ていこうか。そうするとね、一番最初にはクリティカルパスを書く、クリティカルパスを最初に書きます。一番最初にクリティカル。だからこのほら、このクリティカルパスの作業を最初に一番下に、あの図面の一番下に書くわけ。だから、こういう日にち入れてるんだよ。そしたら、例えば B という作業、クリティカルパス6日だから、B はだから、ここにこういうふうに書いていく。この通りだから。で、書いていけば、ここで、1、2、3、4、5、6と、ここまでだからいい。だってここに2をつける。な。1から始まって6日。で次はクリティカルパスだ。この波、この、これ時間がないからちゃんと上0だから時間上がって、この通りに3にここ書けばいい。で、3の次は5へ行くから、5は何ていうか6日だから。1、2、3、4、5、6と、こう6日だ。で、ここに5番が来ると。ここに5番書くんだよ。今は書いてあるけどね、自分で書くんだよ。何も書いてないんだよ、ここ。で、5番って書く。で、それこれ見ながら書くんだよ、ほら、5番って。で、5の次は同じようにぐーっと降りてきて、何日かなってて、これはほら、何日ってなってるから、クリティカルパスな、6日、こう来てんだ、6日来て、6日来て、何日だから、1、2、3、4、5、6、7って書いて、で、ここに、ほら、6番って書けばいいんだよ、6番って。ね、で、次が5日だから、1、2、3、4、5日って。で、ここ終わったら8番って書く。これがクリティカルイベントだよ。これがクリティカルイベント。だからクリティカルイベント書けたわけ。これを最初に書くんだよ、これ。これがほら、これはもうここができたら、これクリティカルイベントだよ。これができたらさ、この作業 A が3日だってんだから、1、2、3って、あとだからギザ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 と残りの6日がギザギザ、でもフロートになるの、ここ。でじゃあ D はどうなるか、 D と G、 D と G のところは続けて変わるの。 D はここまで来て5日間、1、2、3、4、5日ね。で G が、でここで4を書いて、で1、2、3と書いて3日間だ。あとぐちゃぐちゃぐちゃってどこへ来るかというと、これは7番に入ってるから、この7番へこうつけたら、この間はだからぐちゃぐちゃで、ここゆとりだって、ね、余裕だ、ここのとこ余裕で、ここのじゃあ E はどうなるかというと、 E は5日だから、1、2、3、4、5と、こうで、ここだけ余裕と、ここだけ余裕とね、こうなる。で H はどうなるかというと、 H は3日だけだから、あの1、2、3と書いて、あとこう余裕だ、ここ余裕だ、ここ書く、これで終わる。これが一番最初にだからクリティカルパスを書いて、ね、ここのクリティカルイベントをちゃんと決めれば、後のところは日にちだけ書いて、残りをギザギザってやっていけばいいと。それがあのタイムスケールというものですよと。これ何に使うかというと、日程短縮だとか、それからあの材料調達の計画にこう使われてくるということが書いてあるんです。そういうことのネットワークの利用がこれでできますよ。まあ、こういうわけだな。タイムスケールで非常に優れるものですよ。そういうわけです。5番目の問題で、放棄ですね。いや、放棄はね、まずね、安全管理体制だ。ね、観光地はよく安全管理体制出ます。ね、だから、特定元型事業者。だから、元請けと下請けがいて、元請けのやるべき事柄、こういうわけだな。で、下請けを含めた建設工事の労働者の数が、50人以上になっちゃうと、元請けと下請けの人数が50人以上になると、その場合にはですね、元請けは統括安全衛生責任者というものを選定するの。それこれね、書けないと必ずこう出てくるから、統括安全衛生責任者を選任して、何を置くのかというと、元請けと下請けが会議するための協議組織というものを作んなきゃいけない。書けないけない、協議組織も
いい元請けと下請けが集まって、工程上の調整とかそのやるために選ぶのを協議組織って、そういうのをかけながらを設置し、特定元方事業者よ、50人以上元請け下請け50人以上だったら、統括安全衛生責任者というものを選んで協議組織をまあ設置させて、でそれを運営させるんだということだな。で、そういった統括安全衛生責任した事業者はですね、建設業等の決められた事業を行うものは定められた資格を持っている者のうちから元方安全衛生管理者というものを選任して、実務的にはこの人には、だから統括安全衛生責任者はこの元方安全衛生管理者を指揮するをやってよと、こうやって指揮するわけ、こっちはだから指揮者ね、実務に動く武道隊は有資格者である元方安全衛生管理者が選ばれるんだよ、選任し、その協議組織だな、ここ3番協議組織を設置運営の連絡調整、まあ、そういった技術的事項を実務は私やりますよとこう言ってんだよ、技術的事項を管理させねばならないということで、元請けは50人以上元請け下になったら統括安全衛生責任者を選んで、同時に元方安全衛生管理者を選んで、でこの統括安全衛生責任者に元方安全衛生管理者を指揮させて、ね、ああしてこうしてと言って、そして協議組織で下請け元請けで協議してくださいよと、まあ、こういうことなんだな。だからこれかけなきゃいけない、この3つが統括安全衛生者を選任すべき事業者以外だな、以外とないと、これは下請けのこと、下請けって書かない、これ関係請負人って法律上関係請負人で、これ下請けのことで、その仕事を自ら行う者は安全衛生責任者というものを自分の事業者の中、事業体の中から選ばなきゃ、そして協議組織に参加させるんだ。誰を参加させるかというと、これは安全衛生責任者というものを選任して、ね、関係業者が選任して、そしてこの協議組織に設置、参加させると。こういうわけですね。で、事業者は、50人以上の労働者を使用する建設工事の事業ごとに、事業者に対して安全に関する意見、ここがポイントだ、ここ。ここよく見ろよ、ここは試験の分かれ道、ここのところ、これを見逃すと分かりません、安全、ここ今年出るよ、ここ安全に関する意見を述べさせるために何設けるかというと、安全衛生委員会、いい、安全衛生委員会ね。で、事業者は常時50人以上の労働者を使用する建設事業ごとに、事業者に対してここ衛生に関する意見を述べさせるために、ここ衛生って書いてある、いい、ここの時は衛生委員会、いい、だから安全に関する、ここ見逃しちゃうんだよ、これだから安全に関する述べるのは安全委員会、衛生って書いてあったら衛生委員会、いいか、ここのとこ今年出るぞ、ここかなんどっちか出るからちゃんと書いて、ここのとこ見逃すの、ここのとこね、ポイントで、事業者はこの安全委員会とか衛生委員会を、まあ、1個にしたいとか、ややこしいからね、でそういう時は安全衛生委員会で両方まとめていいよと、安全衛生委員会でまとめちゃっていいとね、ということだから。7番、事業者、あとは現場の安全だ、具体的な足場はどうだとかさ、仮設通路はどうかをそっちを覚えなきゃね、脚立だったら75度以下に開けとかさね、一番上に人を乗せるなとかさ、まあ、そういったいろんなポイントがあったな。はい、ここでは事業者は3メートル以上の高いところから物を投げるときは投下設備を設けなさいよとね、シュートのような投下設備を設けなさい、場合によっては監視に置きなさいと、まあ、こういうことだな。だから3メートルから高いところから物を投げるときは投下設備を設けなさい、こういう言葉入るように投下設備とか、いい、それから事業者は機械館またはこれと他の設備との間の通路、この通路だな、これは80センチ以上ね、機械館通路80センチね、保たなきゃいけないよ。だから仮設通路を設ける場合はその勾配、勾配だな、これは30度以下どうする、通路はな、30度を超えた場合これは階段にしなきゃいけない、階段、それから15度を超えた場合これは踏み算をつける、踏み算をね、踏み算だと15度を超えたら踏み算、30度を超えたら階段、まあ、こういったのを覚えてくださいよね、ということで、30度以下地その墜落危険になる場所には高さ85センチだな、85センチ以上の手すりを設けなきゃいけないよということだな。それから10番、事業者は足場における高さが何メートル以上になったら作業道具を設けるの、これよく出てる、もう腐るほど出てるんだ、これ2メートル以上になったらいい作業道具を設けますよと、2メートル以上になったら作業道具を設けますよとね、
釣り足場をの場合を除き、作業道具幅いくら40センチでしょ、隙間は3センチでしょ、3センチ以下でしょ、これ覚えなきゃダメよ、ね、足場の幅は40センチ、隙間3センチ以下、ね、2メートル以上だったら作業道具を教える、作業道具の手すりは85センチだったな、だから35センチと50センチの間に中さまを設けて、下一番下のところ10センチ以上の幅木を設ける、まあ、そういったところは一つ清掃のためよ、今年、ね、だって放棄取るんだから、それをやっとこなきゃダメよ。それから次、酸欠。酸欠ってどういう状態、空気中の酸素の濃度が 18% 未満である、たまたまこれ18で当てるね、当てるこれ 18% ね、普通空気中には 21% の空気濃度、酸素濃度があるんだけど、まあ、これ 18% 以上に酸素濃度を高めてなければ作業員を入れて作業させちゃいけませんよ、 18% これを確認しなきゃいけない、ね、それから事業者は高所作業者、ね、を用いて作業を行うときは、高所作業者の作業上の労働者にはこれは当然安全帯、ね、安全帯をつけさせなければいけませんよ。あとあの資格の問題が出る場合な、10メートル未満だったらこれは特別の教育を終了させなきゃいけない、それから10メートル以上の場合については、これ技能講習修了者を当てなきゃいけないな、まあ、こういったところもちょっとこれよく出るんでね、講習作業者、これ資格もちょっと覚えといてね。これ13番、事業者は講習作業者の自主検、定期自主検査者、これはね全部5年、あ3年全部だから、労働安全衛生法に関する年数はみんな3年、記録は全部3年、どう覚えといてもらえばいい、もう例外なく3年ということです。ですね。ということで、これはよく試験出るの、3年は。ね、おめでとうございます。ということでですね、大体、ポイント分かったということで、今年いっぱい合格してください。期待します。合格したら連絡ちょうだい。ね。では、これで終わります。